どうしたのよ。そんなため息なんかついちゃって。私が指南としてやっていけるかすごく悩んでいるのよ。っていうか、なんであなたが指南なんかしているのよ。幽霊を管理するお嬢様でしょ。お嬢様はそんなことしなくて言わずよ。いや、ヨウムが食事制限するとか言い出すんですよ。ですから、私とヨウムの立場を変えれば、その食事制限を免れたわけなんですが、指南になったものの、何かと理解できぬ。そうなの。ひとまず何かのゲームでもして気を休めないかしら。それなら大丈夫なわずよ。君を連れて行くのは危険なんだ。え、なんでなん
私たちゆっくりがいきなりこんな姿になったのよ。ましてこんなことにしたのもあんたしか見当つかなくてね。そうでした。まさか霊夢さんらにも効果が効いていたなんて。ちょっと、その子なん？見るからに可愛いじゃない？あんた、誘拐したの？そんなことしたら、この私が許さないわよ。誘拐なんてしていないわよ。この子はカービーって言うのよ。私のペットよ。僕はいつからペットになったんだべこ。私はね、そんな可愛いものを見ると、すごく自分のものにしたくなる。亡霊のあんたがそんなん持っているなんてことかしら。何より私にふさわしいのよ。だからカービィは私のものとなるのよ。ユニコ、残念だけどその子はいただいちゃうわよ。やばい、私のものなんだもん。ユニコのものなんだ。だからあなたなんかにあげないわよ。こんちくしょう。僕はどっちでもいい気がするべこ。なんだって、僕の目の前に美少女が二人いる。それだけで、幸せなんだよ。その通りなのよ。だからあんたがどういようが、関係なしんぶ、カービィは私を見て、一目惚れしているわ。というわけで、いただくわ。カービィ、私のお家においで。美味しいご飯作ってあげる。べこー、それは嬉しいのだ。早く食わせろっこー。そんな、カービィは私のなのに。なんで